田中スコールズです。イージーはすみです。川越キッカーズです。立ち上がり一点。いや、笑っちゃダメだ。まあそうなるよな。いや、まあもうね、告知もしてこういうことをお話ししますっていうのは、まあ事前に文面では出してるので、もうちょっとこちら今日緊急で、はい、緊急スコールズということで、ツイッターとか、まあ、見てくださった方ならもう大体のことは文章内で理解できてると思うんですけど、まあ、そうじゃない方々もたくさんいらっしゃると思うので、はい、ちょっと改めて、なんて呼びましょう、その昨日起きた、9万円、詐欺スコ事件詐欺スコ、まあまあまあそうですね。いや、笑っちゃダメってか、もう悪いな、なんか無理して笑ってくれてるもんな。もう動画回る前もうお通夜みたいになってたから。まあそうですね、まあまあちょっと私事なんですけれども、はい、ちょっと聞きましょう、いろいろ。ちょっとUber Eats の配達中にスマホあたりやの、まあ言ったら詐欺に引っかかりまして、いや、そう、全財産の9万円をその犯人の男に渡してしまうという事件がありました。いや、本当にびっくりしましたね。水飲んでください。今日ちょっともうウーバー中も、いや、こんなグビグビいかないよ、撮影中に。本来なら、まあ、ことの経緯を詳しく話しますと、はいはい、お願いします。ちょっと昨日昨日、2月27日中野の方でUber Eatsの方をしていまして、うんうんうん、で14時半過ぎですかね、注文が入りまして、でお店で、うんうんうん、その持ってく商品をピックアップして、で配達の途中に中野の中野本通りと早稲田通りのこの十字路があるんですけど、はいはい、わかりますね、ブロードウェイの、まあ、出口ら辺って、うんうん、思ってもらえたらいいんですけど、そこにダイソーがあるんですね、100円ショップの。そのダイソーの前の歩道を僕が自転車で、まあ、ゆっくり徐行してたんですね。その先にある横断歩道が信号で渡ろうとして、その時にまあ自分も、まあ、すごいゆっくりなスピードではあったんですけど、ちょっとその行き先のスマホでその地図アプリとかを見てて、ちょっと前方不注意っていうのも僕の過失であったんですけど、うんうん、その時にその歩行者というかその男性にちょっと当たった感覚があったんですね、まず。でも自分としてはそんなガツンと当たったわけじゃなくて、ちょっと触れるか触れないくらいかの、うんうん、そしたらその男性がスマホを落としたと。そうね、はい、で僕の方に言ってきまして、で僕としてもまあ一応その歩道を、まあ、自転車で僕がいたん でその人にも、いや、ここ歩道で自転車あかんから、みたいな、関西人の方だったんですけど、はい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 、まあ、その男性がちょっとその周りにも聞こえるような、結構大きめな声、はい、まあ、今思うとなんですけど、でその近くにいる、別の男性に、いや、これはあかんよね、今見てたみたいな、うん、いや、自転車危ないよねみたいなって言われまして、でもう僕も確かに本当ちょっと当たってしまった、ちょっと接触してしまったっていう自覚はあったし、はい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 、まあ歩道を自転車でっていうのも負い目もあったんで、もうすぐに謝りまして、うんうんうん、でまあちょっとここで話しててもちょっと仕方ないから、ちょっとまあみんなその通行人の邪魔にもなるし、ちょっと横それようかって話して、はい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 、でそれまして、そこでやで、まあ、話の続きですね。でそこでもまあ僕は謝って、それってちなみにそのあかんよなっつって、もう一人なんかまあ知らない男性というかいらっしゃったじゃないですか、はい、その人はそこにはもうついてきてない、その人はもうそこにはついてきて、あ、じゃあその場になんかまあたまたま通りかかった人なのかわかんないですけど、多分知り合いと思わせるように話しかけたのか、本当にまあグルだったのかちょっとそれもわかんないのか、まあじゃあ、はい、で2人で移動して、で移動して、でもちょっと手も痛めたし、うわ、まあ本
当にそこまでぶつかったって感覚なかったんですよ、うん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 、やっとも言えなかったまあまあね、まあ、ちょっと自分が悪いと思ってたんで、でスマホのもの画面見せられたら確かにひびも入ってて、はいはいはい、でちょっとこれもう7万もするちょっと弁償になるみたいな言われまして、自分から言ってきたんだ。そうですね。でこれからもう仕事もあるし行かなきゃいけないし、どうすんのこれみたいな、はあ、感じになりまして、で僕もまあ必死に謝りまして、あの弁償しますと、うん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 、言ったら、いやあのまあさっき言ったんですけど7万する、でもその自分はなんか保険に入ってるから、あはあれ、あスマホ保険みたいなね、そうそうそう、もうその保険で直しますって言ってくれたんですよ、うん、あだから、じゃあ僕はまあそれでまあ許していただけたのかな、よかったってなるね。だから、えでも保険はすぐ降りないから、一回その修理代をちょっと払ってくれと、はあはあはあ、そしてその修理代のその保険が降りたら君に返すからって言われて、うん、でももうまあ普通だったらここで気づくんですけど、気づくね、僕もちょっとウーバーの配達途中っていうのもあって、あ焦ってたし、そっちをちょっと待たせてるっていうのもあったし、まああの自分がまあちょっと歩道で自転車で当たってしまったっていう負い目もあって、ね、自己的な部分もあるもんね、はいはい、はい、ちょっともう気が動転してしまいました、気が動転してるね。でもその状況ももう飲み込むしかない状況になってしまって、はい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 、でまあもう帰ってくるんだったら、その時点では僕はもう全くその当たり屋っていう線はなかったんなかったんだ。まあその身なりもその普通のビジネスマンで、うんうんうん、スーツは着てない、スーツっぽいっぽい、はい、カジュアル、オフィスカジュアルみたいな、でなんかまあいわゆるやからみたいなその見た目でもないですし、はいはいはい、で年齢もまあ40代後半から50前半ぐらいの、まあまあまあ別にね、雰囲気も落ち着いて、でも関西弁で、でじゃあもうそのじゃあ7万お支払いしますと、でも今ないんで、うん、もちろんそんな大金持ってないんで、でもまあその口座にはあるって聞かれて、いやはい、はそれくらいだったらありますってことで、その人と、まあ、その場に自転車を止めて、で近くにあの三菱 UFJ の ATM がすぐ近くにあるんで、通り沿いのなんか、そう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 、あるよね、わかるわ、でじゃそこで降ろしますってことになって、うん、まあ、もうすぐもう徒歩10秒ぐらいのところなんですけど、うん、でもそこがもうまあ14時半過ぎぐらいで結構混んでたんで、はい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 、でその方もなんかもう結構急いでる感じだったんで、あじゃあちょっともうここ混んでるんでコンビニ行きますって言って、そのまま中野のドンキの方行って、でその奥にあるファミリーマートまで行って、でその間もまあ謝りながら喋ってるの、その間2人歩きながらちょっと喋るぐらい、いやだからその間、いやだからそのコンビニ着いたらなんかメモかなんかでもう私のその連絡先と名前、まあそこで名前を紹介されてるんです、あの佐々木一馬って言いますみたいな言われてるんだ、はいはいはい、でコンビニ着いたらもう改めてそのメモに連絡先書くんで、でそこにあの夜電話してくださいと、19時から21時の間、まあ、仕事があるって言ってたんでその間しか出れないのかなと思って、そしたらその時の電話で改めて話して、その僕の住所とか聞いて、でそこで現金書き留めかなんかでその送るから、いや金をこんな大金下ろしたらもう生活できないでしょみたいな、ちょっとこっちを気遣ってくれるような感じを節々には出してんだ、あっちも。そうなんですね、だから僕はもう、まあ、解決ってなっちゃったんですね、それ。まあなら大丈夫だと、それでそのままそのファミリーマートに行って、でお金を下ろすんですけど、お7万円、でもちょっと7万じゃもしかして足りないかもしれないから多めにもらっといていいみたいな、うん、でまあ僕そこでまあ9万3000円あったんで9万下ろしてもう渡して、え何それ、もうちょっと多めにいくらとか言われたのそれは。あいやもうだ僕が今ある分だけって感じです、ね、じゃあ違う
田中の口座の金額を知ってることはないんだ別にその時は。そうですね。それでまあ渡して、でその男性はもうそのまま、ね、中野駅の方に行って、で僕はもうその、体操前に止めてた自転車戻ってそのまま配達に行くっていう流れで、で配達終えた後にやっぱもうその時でももうちょっと怪しいなって思い始めてたとはもう思ってたんです。やっぱちょっと落ち着いてきて、落ち着いてきたら、だけどやっぱ結構その場ではもう言えない感じに、まあ、僕はそれは悪いんですけど、途中でちょっと思ってたんだ、もうほんと最後の方。そうね、最後の方は、あでも最、いやでもそこは思わなかった、ね、ほんと渡してで帰ってもう途中です、ね、ちょっともう配達始めようかなとか、配達中ぐらいの時に。そうですね、いや節々でちょっとそういう優しさ見してくるみたいな。そうですね、でまあ本当その時は全然もう本当気が動転してたんですけど、思い返してみるとちょっとよくわからない言動が多かったなとか、あまあ今言えてないような、なんか言えてないというか、別にそんなにピックアップするようじゃない会話もあるもんね、細かい。あそうですね、例えば、スマホの画面が割れただけなんですけど、うん、そうそうだよね、もうちょっとそのデータの方が吸い取られるみたいな。なんかよく今思えばよくよくわかんないね。すいませんとか僕も言っちゃったんですよ。まあまあね。吸い取られるって確かによく考えたら、まあデータがもう破損してるのか。ああなるほど、中のデータが破損してこれだとまずいと。でもまあそんなことないじゃないですか。落としただけで、うん、で7万っていうのも、まあ、スマホの値段なのかっていう、僕もそれ追求することがもうその。まあそうだよね、それではな、できなかったんです本当に。それってちなみに関係ないかもしれないけど iPhone とかだったの、それともなんか Android とかそっち系。 Android でなんかもうちょっとすでにボロボロだった。いやそうだよね、まあでも軽くしか見てないんだその時もパッて。そうですね、当たった瞬間も俺は見てなくて、本当にあって感じしたらおいって言われて振り返ったみたいな感じ。そうだから今思うともうちょっとあっちから僕の方に寄ってきてたのかな。いやそうでしょ多分、ね、その感じだと狙い定めてとか、なんかもうそのお金のこともいや奥さんに言えばなんかもらえるみたいな。あなるほど、今僕もそういう管理をされててお金がないから、現物のお金がないから君が出してくれよみたいな。そうだ、その時奥さんの話とかなんか仕事の話とか、仕事もなんかもうこれからもうプレゼンの仕事あるのにもうこんな気持ちで行かなきゃいけないとか、はあ、なんかこっちの自責の念をもうとにかく駆り立てるというか、そのあとやっぱちょっと事故したっていう負い目を少しだけ負わせ続ける。そうですね、まあで終始しても痛いと、それはもう本当わかんないんですけど、でも本当徐行しててでしょ、でどこに当たったかもわ、うん、かんないぐらいでしょ。なんででまあその電話番号もらって、あそうですね、まあ、電話番号、まあ、ここにあるんですけど、はいはいはい、このメモをそのファミリーマートで書いていただいて渡していただいて、でその指定されたのが19時から21時の間だったんで、まあ、僕も本当、まあ後からいろんな人に言われたんですけど、その場でかけて本物の電話かかったりしたりとか。そう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 、よくやるよねそれね。本当身分証とかちゃんともらってとか、うん、お互い写真撮り合うとか通常だからね。こういう事故だったらそれなんですけど、そうそう、警察呼んで、まあ、本来は警察呼んでまずね立ち会っていただくのが本当、僕は本当それがもうバカで僕が無知なんですけど。そうだね、そこは無知だね。どんな軽微な事故でも、はい、もうその対処が僕ができませんでして、で僕が帰って、まあ僕はちょっと信じてたっていうのもあるんですね、うん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 、ここに電話すればっていう、本当に電話がつながって、はい、まあある程度そうですね、まあお金が返ってくる返ってこない云々もあるけども、まあ佐々木その一馬本人であって、はい、その方がそんでまあそれが14時半過ぎで、でまあそのそれでも配達終えまして、そのまま家帰りまして、で19時になりまして、で電話したんですよ。そしたら最初繋がらなくて、19時から21時って言ってたんで、19時はまだなんか仕事長引いて持ってたんで、
で19時半ぐらいにやっと3回目ぐらいかけたぐらいにつながりまして、じゃあ男性の方が出て、うん、で言ったんです、あのすいません、あの昼間中野でウーバーイーツの配達員でぶつかってしまったものですって言ったら、もう開口一番それ私じゃないですって言われまして、急に、あ急にですんで、えって思いまして、いや佐々木一馬さんですよねって言ったら、あそれ違いますって言われて、まあ、その方もなんか最近こういう電話が多いと、だからちょっと慣れてたんだ返答も、あ多分そうです、ね、多分そうだね、そんでなんか、いや昨日も保険会社の方から連絡来たみたいな言ってて、なるほどね、はい、でなんかそういうスマホを落としてひび割れたみたいな電話が最近多くてって言われてたので、で僕もそこで、まあ、もうだいぶ遅いんですけど、あ もうこれは 100% 黒、うん、100% 黒だと、まあ、もうちょっと前からもうそうなんじゃないかなって気持ちもあったんですけど、 99% だと思ったけど、ちょっと期待っていうかもあったんですけど、ここでまあ諦めというか、もうあこれは僕が、うん、まあ、騙されて、うん、まあ、僕自身がすごいバカだったんですけど、うん、もう騙されて詐欺にあったんだなっていうのをそこで確信しまして、でその電話、まあ、電話番号勝手に使われてる、あとこれやべえ、いやだからモザイクかけれる、モザイクの出すかけれる、あと写真でもパシャって、で電話番号を勝手に使われてる方に、うん、あもしかしたら あなたの番号でを勝手に使ってスマホを当たりやしてる方いるかもしれませんと言って、でその電話を切りまして、はい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 、で、まあ、一応もう交番の方に行きまして、まあ家の近所ので、交番にはパトロール中でおまわりさんいなかったんですけど、交番の電話があるじゃないですか、あ置いてあるね、パトロール中もね、はいはい、で電話かけまして、で警察の方にちょっと事情を話して、まあ、そしたらやっぱしその情報が少なすぎるし証拠も何もないんで、ちょっとお金が戻ってくることはちょっと難しいですね、まあ、ちょっとまあまあそうだよなって言われまして、でまあ注意というか、まああなたもなんか今後こういうことがあったら絶対もう最初に警察を呼んでくださいって、ね、うん、まあ、はいって言いまして、でまあその事件にするんだったら警察の方に行って、警察署の方に行って、そうだ、ね、警察署まで行かないとダメだね、ああいうのはね、で被害者届を出してくださいってことで、で今こういう現状ですね、で、まあ、まあツイートさせていただいてこういう動画撮ってるのも、まあちょっとまあ僕が本当バカだったんですけど、まあ、ウーバー配達員を狙った犯行なのかもしれないんですけど、まあ、普通に歩いてて、まあ、例えば歩きスマホしながらとかのいう人も狙われる可能性は全然あるんで、よくあるいろんなパターンあるよね、うん、で僕も本当生きててこういうことに巻き込まれたのはもう初めてで、はい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 、で中野とか人通りがすごい多いんで、まあ、そういうところで本当皆さんもちょっと気をつけてほしいなっていう、まあ注意喚起もあるのか、はい、もう僕みたいな悲しい人間をこれ以上出したくないんでいや本当に笑っちゃいけないし、めちゃくちゃ犯人、まあ佐々木一馬じゃないんだけども、ちょっとなんかね宮根さんのパチモンみたいな、いやめちゃくちゃムカつくわ、いやもうちょっともうムカつきますね、宮根さんって宮根さんだからめちゃくちゃ好感が持てるのであって、まあ宮根さんもちょっともう結構毒系だからね、大御所でものすごい方ですけども、はい、宮根さんのそのフェイクの方だったらちょっとうわ、そうですね、まあなんでまあもしそういうことに巻き込まれたというか、まあ、本当にね事故を起こした場合とかもうまず警察を呼んで第三者でその場でその二人で示談とかはもう絶対やめてくださいっていうのを僕の経験からちょっと皆さん、そうそう、もう、はい、もう僕が知らないただのバカだったんですけど、もしかしたら僕みたいに気の弱い人とか、いやそうだね、まあ学生さんとか、まあそのおじいちゃんおばあちゃんとかだったらもうちょっとうわーってなって僕みたいに払っちゃうかもしれないんで、いややっぱ詐欺の常套手段だよね、まあ、調べたら小学生とかでもなんか狙われたりとかするみたいなんで、ちょっとそうですね、皆さん気をつけてくださいという、まあどうすんのこの佐々木一馬、俺捕まえますよ、捕まえんの、捕まえます、えねそのなんか名探偵コナンみたいなのが始まんの、そのこっから、いやもうはい眼鏡かけてコナスコです、コナ、いやこういうこと言ってるからやっぱ結局こいつなんかそんなに反省もしてないし、
落ち込んでもいないんじゃないかって。でもまあね、まあ本当結構やかわいそうだけどお前もバカだぞっていう意見がやっぱ多いですよね。そう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 、それは多いわ。まあ本当にタナスコが良くなかった部分で言うと、まあおそらくよ、おそらくわざと当たってきてるだろうし、多分手も痛くないだろうし、なんなら事故でもないと思う。もう俺の見解ね。うん、で仮にそれが本当に軽微な事故だったとしても、まあそうなった時点でのやっぱ警察よね。さっき本人ももちろん言ったけど、だから本当冷静な判断ができなかったっていうのが、まあ僕の、まあ、僕の落ち度でもあるんですよ。うん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 、落ち度はあるね。あと本当にもうそういう人通り多いところではもっと気をつけて、そもそも移動してなきゃいけなかった。そうだね、それはそうだね。まあ自転車ってまあ交通量多いところでは別に歩道を走るのが罰則ではないから、ないけど、まあまあまあ、まあ、もう本当車道を走るっていうのが基本ベーシックなところだから、はい、まあちょっとね、ちょっとまあ人の良さが全部出たというか、あとそうだね、まあ、だからそうですね、まあまあ、全財産、まあ、言うのも恥ずかしいんですけど9万3000円、今3000円です9万円っていう、僕の Uber300 配達です。300緊急クエストってこと？はい、300回無料配達で、もう今日なんて時間 2回配達です。だから僕150時間やんないと1時間2回しか配達できなかったの今日。サイもうハイとなんか分かんないけどサイって言ってた今。まあでもまあそういった中でもまあ優しくしてくれる方もいて、まあみんなな、はい、温かい言葉と、まあまあ芸人ですからね我々、笑ってもね、はい、笑ってくれてるのもありがたかった。僕も正直言うと最初ちょっと笑っちゃったからね。まあでもだいぶそれでも楽になりましたし、才能だよと。まあ、先輩ですけどダイヤモンドの野沢さんとか、まあ別にこれ話したとかじゃなくて、まあちょうどそのタイミング終わりでたまたまそのご飯をお誘いいただきまして、でまあその時話させてもらいまして、ご飯もごちそうになって、だいぶもう心も楽になりましたし、もうあのご飯は一生忘れないでしょうね。だから9万円振り込んじゃったバカな男を M1 最下位取った偉大な先輩が優しく、優しい方って聞くもんね。優しい野沢さんめちゃくちゃね、まあ、ちょっともう、まあ、3000円しかなくなってしまったんで、まあ、お金の方も同期である友達でもある川瀬名人さんがちょっとお金貸してくれましていやもうめちゃくちゃ愛にあふれてるね、やっぱ芸人はみんな。いやもうそうですね、まあ川瀬はかっこいい男なんだよ。まあ、千葉豪さんとかも、まあね、同期の、まあ、笑ってくれて慰めてくれたりも。あの千葉豪でもでしょ。はい、まあ、パチンコ負けだと思えばいいじゃんって言ってました。結局ギャンブラーってそれで例えてくるんだよな。でまああのね、このチャンネルの準レギュラーのミカエルさんも、うん、まあ、9万だったらもうどうせだったらあと1万円風俗行って10万にしたらって。ああ、いいね。それはちょっと本当その時はうまく受け取れなかったですね。いやいや、今でもうまく受け取っちゃダメだよ。それウーバー中、地蔵中に言われたんで僕も。だからそれで言うとよ、はい、正直ちょっと別に今おふざけにもしたくないし、はい、あの結構俺マジでムカついてるから、そいつに、まあそうですね、こういう弱者を狙ったやつとか一番嫌いだから。ただあの田中がまあ昨日ちょっと昇進状態で、まあ野沢さんにも誘っていただいて飲みに行くってなって、で、はい、俺とミカエルはまあ俺らのエリアも残って、まあ、ちょっとウーバーしてたから地蔵中とかもよく顔合わせたのよ。はい、あいつマジで結構笑ってたまあ彼はそうですよね。まあまあそれがもう嬉しいんですけど、ね、嬉しくはないですけど、なんかその気が楽というか笑ってくれた方が。あいつ昨日その中野ウーバー中に 0.6 キロダブル花丸うどんピックアップして、無双状態だ、中野無双だとか言ってたよなとか、あとスター状態だとか言って、スターだーっつってワン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 ってあのマリオの話だけど、したらミカルがでもあの当たる前にスター切れたんだねって。あいつはねやっぱブラックジョークですね。いやほんとやっぱそういう優しさだよ。でもそうですね、まあ、ただちょっと僕がちょっと懸念あるのはこの佐々木一馬、多分これもこあの男が勝手に使ってる偽名なんで。あ、だからこの本当のお名前の方いるもんね。でこの方に迷惑かかるのだけはちょっと、それはね、はい、検索もかけないように、はい、まあ、かけたところでご本人じゃないからね。で僕ちょっと調べたんですけど、なんかプロレスの方とか声優の方が結構いて。あ、じゃあちょっとそういうところピックアップしてつけてるんだ。なんでまあ本当佐々木一馬と名乗る関西
不便で、まあ、40後半ぐらいの男がそういう当たり屋みたいなことをしてきたら本当にもう立ってね、はい、疑ってください、まあ、疑うというかもう気をつけてください、まあ、もうこんなねことがあったら普通気づくけども、本当最後の最後にこれ渡された時に気づいても OK だもんね。そうですね。あ、そうですね。でも佐々木一馬まで、ってなってもいいわけだから。あの時の、タナスコが引っかかったやつだって思ってくれたら、なんかこういう僕が一人でも救いたいよね。そうですね。だ多分常習犯だと思うんです。そのいや味しめてるから。僕が、まあ、電話かけた時もその方がまたあこういう電話かって言ってたのが証拠の。いやマジでムカつくな。なんで、はい、皆さん、まあ、こういうね、なんか犯罪とかトラブルっていうのは、本当に生活の、本当身近なところに潜んでいるんで。あるね。いろんなの聞くもんね、今ね。リフォームさ、さん、あの詐欺とか。あらゆるなんかそういう詐欺が、やっぱこの令和の時代、増えてるんで、ちょっと気をつけてください。僕がね、まあ、芸人っていうのもあって、ちょっと無知でバカだったっていうのもあるんですけど、まあ、本当皆さん気をつけてください。特にウーバーイーツの配達員の方とか、もうウーバーの配達員を狙ってきた可能性も全然あるので。待って、ウーバーそれ配達大丈夫だったの？その結局じゃあ何？あ、それはあのだから10分15分ぐらいそれ取られたんですよ。時間を当たり屋騒動で。はいはいはい。まあそのね、だからその文句っていうか言われてから話し合いお金をこう渡すまでに10分20分ぐらいかかってで、まあ、普通バットじゃないですか、はい、何もなかったです。えじゃ あ, なじゃあ、しかも配達されたか直配でじゃあ全然お渡しした商品、はい、お渡ししたら笑顔でありがとうって言われました。引き継続です、あの満足度 100% あの 100% 顧客満足度 100% 田中スコールズ、はい、え10分ぐらいでそのえ今の話ギュッとしたんじゃなくて本当に10分15分の話なの？そうですね。お金を下ろすまでの時間が、はい、ボンダゴネルとかじゃなくもう一切してないんで、まあ僕はバカでした。いやまあでもバカかもしれないけど、はい、これも一つのもうやっぱ、まあ、もう本当もう今後気をつけますし、まあ本当僕はバカなのは本当間違いないんですけど、やっぱでも悪いのはこの犯人なんで、いや本当よ別に。田中スコールで責められることもないし、逆にこれが注意喚起になるし、あそうですね、はい、本当に注意喚起ということで。やばい、なんかまっすぐ、やばいよ。いや、本当に。まあ、酒みたいに飲むじゃん、大五郎みたいに。300配達しますよ、もう9万。あもうそこはね、そこはもう自分でね、取り返しに行かないと。そうですね、はい。うわ。残り287。あ、じゃあもうなんかそのカウントダウンを最後したいですね。もうします、もう取り返しますんで。いや、このチャンネルでもその配達数の方もね。はい。で、まあ、ウィナーもね、ウィナーでも取り返します。そうですね、普段見てる方からしたらね、そのウィナーっていうね、はい、スポーツベットくじがね、まあ、定番化してるんで、今たまたまそのスマホ詐欺とかなんかいろんなところから飛んできてくださってる方いると思うから、分かってない方もいるかと思うのでね、長々と喋ってしまいました。いやまあでもこんぐらい思いは溢れてるだろうし、うわ、ちょっと皆さんもお気をつけてください。いや最後のカットでね、カット、めちゃくちゃ悔しいな、ムカつくな。犯人逮捕でキックオフ。